き釣りの最前線をひた走る愚弄者川村浩太郎。他の追随を許さない唯一無二の岸釣りメソッドを武器にプリンスからキングへ岸釣り道を突き進む。そして今最も乗っている男伊藤匠。平成の終わりにバス釣り界を席巻した恐れ知らずの火の玉アングラーは新時代の幕開けに絶対王者への階段を駆け上がる。そんな二人がタッグを組んだ。よし絶対つかんだもん。目指したのは業界初のバディアクションフィッシングコメディ世界で一番おもつらい釣り。うん、ナイス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 って言いながら走っていっちゃった。こういう時釣ってくれよ光太郎さん。頼むぞマジでパイセン。本当に関東随一のハイプレッシャーフィールドを駆け巡る、はい、禁止確定のノンストップフィッシング。なんだろう。超過の鍵を握るのは40種類のお題が潜むクレイジーボックス。ふざけんなよくたくたよっしゃ。やっぱりテキサスリグならテキサスリグに合う場所ですよ。炎上上等クレーム覚悟の難題に苦しむ2人。こんな姿他では決して見られない。身軽超身軽超身軽。すいません、今まですいませんでした。遅れてさあ釣れてればあれじゃない、うん、でも残念移動嬉しい。カロリー笑いあり涙あり限界ギリギリのデッドエンド。そこの誤差から、うん、波立ってるじゃないですか、うん、波立ってるとこの 20m 先でぐらいまで、うん、サンキューありがとう。まあ30分あるから、はい、だからいきなり匠のそのボイルゾーンだけじゃなくて、うん、その周りの出そうなところもう言うこと聞かないなあれ天性だね。全てが予想外の3時間。もちろんお題に沿ったハウツーもてんこ盛り。目から鱗の超絶テクや超一流のマル秘テクニックも紹介する。ブレーバーテールカットしてつなげたやつ。いったフォール。おし達成。押し切った押し切った。ほらダブルクラッチ40。全速力のロングランに君はついてこれるか。走る、もう走り切る。じゃあ匠来るね。はい、よっしゃ。バットね。はい、スタート。はい、おー、ウルちゃん、ウルちゃん、行くぞ。さあ、行くぜクレイブラバー。おはようございます。あれ光太郎ちょっと怒ってる。匠は余裕そうね。おはようございます。おはようございます。じゃあ今回、2人でおかっぱりの攻略をやってもらうわけですけども、今回、まあ、ただ釣りしてもらっても面白くないので。ただ釣りしようよ何何こちらです。うわ作ってきたのこれ銀貨いっぱい入ってんだけど、ほら本当だ。お題ごとにポイントが書いてあるので、うん、こちらで書いてあるお題を達成して、うん、ポイントを獲得していく形になります。うん、説明しよう。今回2人に挑戦してもらうのはクレイジーゲーム。クレイジーボックスの中に潜む様々なお題を2人がそれぞれ引き、書かれているお題に30分間挑戦していただく。見事達成するとお題ごとのポイントが獲得できるので、2人には目標のポイントを目指して頑張ってもらうというわけだ。はい、そしてそのくじの中に入っているお題なんですけども、はい、ざっと一覧表がこんな感じになっています。あ、細かい。お、なるほどね。要はルアーがいっぱい入ってんだこの中に、うん、そのルアーで釣れと。ちょっと待った、
縛りはルアーだけじゃない。大きく分けると4つの項目に分かれており、それぞれ難易度が上がると点数も高くなっているぞ。さらにバスが釣れたらサイズに合わせてボーナスポイントもあるというわけだ。どうだい、右下の方やばくない？2日間で達成すべき2人、ポイントは2人で合計3000ポイント。3000ポイント。ちょ早くやろうよ、積み上げ式だから早くやった方がいいぞ。時間がもう、さあ急ぎましょう。じゃあ僕から引きましょうか。これお、お、はい、続いて匠。お、あれもうなんですよ。はい、はい、じゃあさあさあ何が出るかな。せーの、ドン。うわこれ、うわやった。孝太郎は相方のタックルで釣れ100ポイント、匠はメダル90ポイント。うん、微妙。いきなりすげえの引いたな。ポイント高っ。ポイント100ポイントがね、俺ここで絶対釣んなきゃダメだよ。確かにね。こん中から匠のタックル選ぶのか。これ匠、はい、あの匠使ってる 6-8 の MH バスタイル貸して。ベイトフィネスじゃなくていいんですか。いいいい、もう巻きもあるから。だって、はい、ちょっと一応見るわ。これこれ OKOK。 ボール系のグリッパー、このままでもいけるぐらいだ。いけそう。うん、これライン 14? 14。 OKOK。 それでいきます。あ、いい。ベストベスト。ベイトフィネスいけるでしょこれだったら。本当に？お、俺これで全然いける。おお、だって曲がるから投げれるし、うん、あ、じゃあスピニング1本借りとこうかな。おうおうおう、まだプロトだし。プロトプロトを他メーカーの人が使っちゃう。熱いねそれ結構。これメタル入ってるのは絶対いけるでしょ。オーバーライドと、うん、あとこれもあれ、フル。あ、本当だ。わさびは持ってるか。うん、あとあれ何それ、なんだっけ、あのシリテンバイブ、シリコン製。これただ巻きでね、ピリピリピリって細かくてナチュラルな、うんうん、まあなんか使えるなと。ありがとうございます。これ持ってこうじゃん。あ、いいよいいよ。もちろん。出ました、お約束の罰ゲーム。達成できなかった残りのポイントかける10円分のお買い物を釣り PR して視聴者へプレゼント。マジで。うわ、3000ポイントかける10だと3万円です。うん、あ、やったろうじゃねえか。ちょっと申し訳ないですけど、プレゼントありませんから。買い物なんかないから。こんな自分のもんは自分で買ってくださいよ。ほら怒っちゃった。怒ってよ。よし、やるぜ。もう来た、もう頭来た。じゃあ行くぜ。じゃあ伊藤選手準備ができたようなので。え。おいおいおい、何、はい、よし、僕のファーストチョイスはスピニングがガストネード S。 水がちょっとクリアなんで、でもで大体秋って擦れてるんですよ、シーズン中ルアー見続けて。でも大体イベントでこういうシンキングスイッシャー使ってる人っていうと1割も手上がんないんですね。だから使われてないのと、それでいて擦れたバスにすんごい強い。あともう一個はダッチ、これも透明度があってやっぱ沈むルアー結構見切られやすいんですけど、いっそトップの方がいいしこの天気だしっていうんで、この2つでいきます。だからもうハード&ハード。そしてだからノリーズだからなんかハード&ハードっぽいでしょ。よし、じゃあいきます。水門いったかな。よし、じゃあ俺水門側やろう。さあ匠は水路を狙うようだが、ところで冬場のイメージが強いメタルだけど、秋のこの時期って実際のとこどうなのよ。意外とさ、この時期メタル投げないって言うけど H1 グランプリで投げるんだよねメタルって。だから意外と使ったりするのよ。今使ってるのがね、メタルわさびの 4g。まあ、本当のメタルジグって呼ばれるもの。え、来た？暴れた。あ、来たよ今。マジ？嘘だろ？
うわ惜しい、今来たよ本当に。いたよバス。うわ惜しかった。ちょっと行こう。あるねこれ、絶対釣れるよ。来た、いたいたいた。ちょっとレンジが落ちたんだ。ちょっとルアー変えてみようか。コウタロウさんのメタルボックスから借りて。この色釣れそう。へえ、こんなのコウタロウさん使うんだ。釣れそうだなこれ。よいしょ。オーバーライドの 5g。 どこにの愛につけるのがいいのかちょっと分かんないけど。おお、いい感じいい感じ。これいいね。一番リアの愛がいいね。どこが一番今の状況にマッチするアクションかを今見て、この一番後ろがベスト。ゆっくり引けてブルブルする。これで行こう。一方コウタロウはどうだ。うわ綺麗すぎるぐらい綺麗だな。なんか水が澄んでるみたい。あまりよろしくない感じ。こうクリアアップして怖いのが餌がいなくなることなんですよ。でこういう護岸見た時にゴリちょっといる、でも少ない。この前来た時はもっといたんですね。だからこのエビゴリちゃんがいることがすっごい大事で、基本どんどんその一雨ごとに秋が進んで、その都度バスがこういう上流から水深のある下流に落ちてく。でまだ9月の上旬って本来そこまで行かないはずなんですけど、今年に関してはもう始まってるっす。なるほど。沈んでる。うわ水がクリアだからここにこんなのあったんだ状態だ。ちょっと真面目に釣りますね。どうぞどうぞ遠慮なさらず。シェイクしながら。うん、シェイク、まあ、ただ巻きが基本なんですけど、僕は結構シェイク好きです。ただ巻きってどんなにゆっくり引いてもルアーって手前に来続けるじゃないですか。シェイクって一瞬引いて止めるの繰り返しなんで、ただ巻きよりも移動距離を抑えて誘えるし、プロペラもこうチリ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 ってこうちょっとイレギュラーにストップアンドゴーを繰り返して、あとボディもちょっと身震いするとかね、まあ、あるんですけどよく釣れます。まずは周りを探ってから本丸の水門と。うわ濁いが出てきた。あ濁いが出てきて、濁いがエビ追ってる。あ絶対バスいる。これだったらこれ下手したらバス見えるな。だ見えるんだったらこの透明度で見えるぐらいの浅いとこまで行っちゃうのも手だな。いるかいないか。バス見えるなら見ちゃった方が早いしね。さあどう匠。浅くなってきた。魚が抜けたな。こっちもうダメだ。どうですか今んとこ。何もない。ない。どうバス見えます。見えない。見えてない。見える。いや一匹あの水路にいるんすけど、うん、あ一匹というかまともなの一回食ったんすけど。メタルであの僕がやってた側、うんうんうん、はいます。小バスはなんかねクリアだから、うん、メタルなしじゃないなと思って。うんうん、ですよね、うん、これだったらスピードもフラッシングも、うんいけるから、まあ、やりにくいだろうけど浅いから、うん、僕ちょっと上見に行ってみます、うんうんうん、ちょ一段落ちたかな魚。そんな感じがしないでもない。あれ上じゃなくてあれ匠、あれ匠か上に行くって言ってなかったっけ。ねえ下がっちゃいましたね。おい匠そっち上流じゃねえぞそれかもしかしたら匠のひらめきなのか。伊藤さん、うん、30分経ちました。マジでどうしますか。もうちょいやる。もうちょいやる。だって継続でと。ああちょっとちょっとねちょっとちょっとえまた30分やんなきゃいけないの。そうマジでやる。はいじゃあ継続で。失
敗するかな。このままいきます、継続いきます、匠のタックルで釣ります。うわうわうわ、食うぞ食うぞ こいつ。あ、でもこいつっちゃダメなんだ。え、ダメでは。メタルで釣れたからいいんだ。ポイントは入るんだよ。マジで。こいつ釣るぞ俺今。この人マジだし。うん、それバスって書いてねえもん。まあでもバスの DVD だし、匠的にそれでよければいいけど、あと内容的にもファーストフィッシュが来いってのもどうかなと。来い、押し来た押し来た。で釣っちゃうし。押し来た。俺すごくね。ねえすごくね。やべ釣ったよ。ねえねえ、こいつら釣ったぞ俺。さあ匠かけた。すげえメタルでかけたよ匠。いや来いです、来い。あいつすげえな。すごいっすね。ああ90ポイント90ポイントのためなら。おしダウンダウン。ああごめん、ああ釣らない。おっしゃ来た1本目。ほら来い。オーバーライドの5グラムね。こいつね、表層に浮いてたんだけど、ゆっくりゆっくりボトムに行ったからボトムで食わしたんですよ。本当は表層で食わしたかったんだけどね、ボトムに追わして、なんとか一発。そんな真面目に爆発書いてくる。いや90ポイントでしょこれ、はい、メタルで釣ったからね。俺も釣るよ。来いよ。左遷、静かにします。絶対釣るから。そのパンコイとバス釣り同じぐらいやってるから、鯉のことなら任せてよみたいな。だから鯉は基本的にはそのバスとはリンクするんですか。基本鯉が追ってるものが何かが結構重要だ。例えば鯉が産卵する、産卵しようとしてる萌エビとかをバクバク食ってると、意外とその萌エビたちが産卵に絡んでるんだなってわかるじゃないですか。で意外とバスもそれを追ってるからかなりリンクはする、鯉が追ってるベイト。まあ鯉が草とかパン食べてたらリンクしないけど、動物性のものを鯉が食べてるときはバスとリンクすることが多い。匠ナイス、いる。でもごめんなさい、僕鯉なんです。え鯉っつったの。濁りじゃなくて鯉。そう。でも匠ね、バスが今そこにいて、まあ、同じバスかもしれないけど、こっちに来たらもう一匹いて、その隣にもバスがいて、マジ40アップなので、まあこんな天気だからかもしれないけど、別に岸際とかじゃなくて、でも見えちゃって反応しなかったけど、うん、いいのいる。マジで、うん、絶対やるから。上なんだ。いける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 、絶対いけるよこれ。僕クレイジーボックス引きます。あいよ。孝太郎さんもお題継続したんですね、きっとこれ。うん、真顔でロードランナーやってたね。真顔だったね。そんなことよりさとか言って、もう恋どうでもいいからみたいなさ。え、匠、あ、すごいね、それはナイス。あ、そう、どんなことよりさ、バスがいるんだけどとか言って、あ、もう恋の話終わったみたいな。そんなことどうでも重要な、ね、どうでもいいからさ、バスがいるんだけどみたいな、どんだけ釣り好きなのみたいな。いいね。そんなことよりさ、40アップがさ、匠リアルガチの声です。いや本気ですから僕は。はい、さあ次、はい、お題を達成したので、はい、確変モードのゴールドがあります。何これ、すげえ。またまた説明しよう。要はボーナスステージ。シルバーのお題を達成したら、このゴールドボックスから次のお題を引くことができるというわけだ。ちなみにゴールドはポイントが高いので、一気に得点アップのチャンス。いきますよ、じゃん。バスを釣ったらモノマネで解説。え、これ100ポイントくれんの。まあお題は若干癖が強いんだけど、でも100ポイントはでかいでしょう。マジでいい魚を釣んなきゃいけない企画じゃないんですよ今回はね。本当に小バスでも可愛いバスでも何でもかんでも釣って釣って釣って、4
ろんな引き出しを見せてほしい。そうだよね。オーケーオーケー。並木さんですか？あ、100ポイントこんな感じ。イメージよね。じゃあゴールドモードスタート。よし、ゴールドモード。今僕はもうゴールドモードなんで、30分以内にバスってモノマネで100ポイントもらいます。行きましょう。タイムイズマネーゴールド。ファーストフィッシュは匠だったけど、ファーストバスは僕行きますから。あちいぜ小太郎、いい感じ。いるし、いるし、もう擦れてるのも分かった。でもそんな時こそこの釣りなんだよね。でちょっと今ね、このシェイクしながら引いてるんですけど、水面に出すようにしたんですよ。その理由はもう岸際打ってれば目の前通るって感じじゃなくて、沖にもいるんで、となるとちょっと引きなめ立てた方が振り向いてくれやすいかなと思って。でどうせ浅いし、この止めだったら気づくもん。やっぱ沈めちゃうと静かなルアーなんで。切った。あっ、え、食った。え、真ん中で食ったでしょ。もう一回。これ今のモアンガ、そう、結構上で食ったんだね。しまった、ごめん、釣りに集中する。そう、でも一応沈めちゃうと静かなルアーだから、ほんと目の前通んないと振り向いてくれにくいタイプではあるんですよ、アイジ系だけど。これペラがついてるから、水面でこう波紋立ててやると気づくから、透明度とか水深とかで、あとバスの活性もあるけど、トップで出せるんだったら結構ね、水面まで引いちゃった方が確率は上がるな。ちょっとこっから鬼集中します。はい、じゃあ静かにしとこうかな。おう、あ、バス。くそ、バスだった。今のバス、バス、うん、今のバス間違いなく。なんで超活性低い。すごいゆっくり出ます。すっげえ活性低い。あ、ほら泳いできた。あれがそうなんだけど、超活性低い。今のが食い方もうね、もろだよ。食いたいんだけど、食らってる、多分この冷え込みを。モノマネ、モノマネ。パド中のスプリットショットで取りに行ったけど、残念でした。意外とバスがきついっすね、なんか。うん、釣れないよバスが。早くブラックが見たいな。なんか難しいんだよな、水温低下かな。やっぱりライトリグで一発。ライトリグかどうかは分かんないですけどね。そうだよね。ミノー60ポイントミノいいじゃん。待ってる喜んでくれた。あるよな。ありですか。ありでしょう。小太郎さん、ボックス借りてもいいですか。いいよ、ちっちゃいミノが。多分あのね、おすすめはザウルスのちっちゃいミノとか入ってっから、うん、あとアラパラあったかな。ザウルス来た。まあ、とりあえず見てみて。あのちっちゃいミノ結構あるよ。小太郎も30分経過。あ、もう30分。いや、もうもちろんこのままいきます。すいません、ちょっと展開的に変わりっぱいないんですけど、ここで変なの引っ張っちゃってチャンス逃すよりはもう全然。光太郎のルアーボックスをゴソゴソ。こうやって、川村さんのボックス、見るの初めて。光太郎さんってすごいな、いろいろ持っとるよ。ザウルスのミノがこれか。ウフォー、フロントフックだけね、張り替えた。流儀のピアストルブルダーが10番。しかし反応なし、90点のまま動かず。なんだか雲行きが怪しくなってきました。これでいい。あ、ふざけんなよで、3DVD で30分休みとか炎上もんですね。小太郎さん、はい。東田君は30分間休みます。
30分休みって。でも30分休んだら10ポイントもらえるんで。ポイントになるよ。でもうまく移動に使えばロスは最小限で済むんです。ガンガン行った方がいいのかな。場所移動。でも俺はもう絶対釣るまでは今のあのカードを変える理由はないよね。ポイント高いしルアー自由だし、うん、最高っすよ。俺今日一日ロードランナーかもしれない。あ、これね左側。左。うんうんうん。はい、ということで別の水路。超チャンス超チャンス。あそこにね50近いのがいるの。見た。でけえの。あれ超でけえ超でけえ。超でけえ。2匹いる2匹いる。3匹いる3匹いる。一発あれでいってほしかったな。うわ、スピナベサイト。もうリグってる間に僕見てますよ。コンビネーションめっちゃ岸見てるもん。うわ、おった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 。超エビ寄ってる。ああ、こんな時に匠が釣りできないって。大丈夫。ちくしょう。うわー、すげえ、超エビ寄ってる。どこ？あ、今あそこにまたポカン。あ、うわ、超タイトじゃん。あれ、参ったね、あれ。参ったね、あれ。うまい、うますぎる。うわ、ちっちゃい。なんだ。今のは逃げたな、つか、すげえ敏感だね。うん。これ目の前落とさなきゃいけないからさ、うん、通過させたいんだけど、うん、減りすぎて通過させらんね。経過して匠はゴールドモードへ。ゴールドモード行くぜ。ゴールド聞き何では、説明どうぞ。何、目隠しをしてもらって、うんうん、僕があなたのボックスからルアーを渡します。手触りだけで当ててください。、うん、マジで、はい、オッケー。見えません。全然見えないけど気持ちが悪い。なんかどれにしようかな。はい、それね。いきますよ。わかるかな。おうおうおう、バイブレーションだね。うん、それはわかる。これラトロシマノだね。え、ラトロンでわかっちゃう。そんなに違うの。音ってマジで。ちょっと待って。さあさあ、何でしょう。こういう時でああいう時じゃないの。さあ、分かった。あ、ちょっと待って。分かった。分かった、これ。鱗で分かる。バイブレーションで、シマノで、ラトリンサバイブで、サイズが、鱗が斜めだもん。70。すげえ。どう？見て見ていい？いいっすよ。来た。来たぜ。これね、キーなんですよ。ラトリンサバイブって70だけは斜めなの。ラメが、あの鱗が。だから爪でなぞった時に斜めだったから、これ絶対ラトリンサバイブだみたいなのでかいやつ。サイズがね、やべえと思ったら70。セブンティー。来た。100ポイント。やばい、この人。来たぜ。ゴールドモード継続。ゴールドモード。ほっ。何？マジで？何これ？シンカーの重さは。シンカーの重さ当て？これは難しいでしょう。うわー、いやらしいね。そこ行く？どうせネイルだろ。だって分かりづらい。どうせ一番分かりづらいと思います。表記書いてあるやつにしといた方がいいよ。決まりました。オッケー。ほら見ろ、ほら見ろ、ダイワだね。秒でメーカー当てたよ。何を。長さ。長さって、そりゃ見りゃ長さの違いも分かるけど、そんなの普段意識してる。分かったよ。マジ。マジっすか。うん、32分の1。いや、マジやばいんですけど、この人。
勝ったじゃん。え、なんでなんで？あのね、ダイバーはね、このね、特徴的なここにね、とんがりがあるんですよ。とんがりがあるのがダイバーで、で、ダイバーって意外と 0.8 が本当に 0.8 なの。だから 0.8 って書いてあっても、0.67 とか7とかがあるのに、ダイバーはちゃんと重い部類の 0.8 だから、すごい。ちょろいよ、こんなの。これ、もしかして確変に入っちゃった？いくよ。なにこれ、ゴールドモードに外れもある。ちなみにこれは、ゴールドモード終了ですから。嘘、はい、でマイナスどうしよう。はい、はい、確変終了。じゃあ250ポイント。そうです。まあまあいいよ。でもまだバス釣ってないけどね。ういっ、リーグ。なんでここでテキサスリーグなんだよ。マジか。パド中にインフィニの2番、一番ちっちゃいインフィニをつけて、ビフテキの 3.5g パワーフィネスセッティング。パド中のビフテキ。はい、じゃあこれでバスを釣っちゃってください。三面護岸水路ですけど。もう右ハンドルが無理だ。本当に負けねえし。そろそろ引き直す？こう、なんというか、釣り的にも、企画的にも、欲しいところなんです。あいつもか。全部きついよ。動産ポストの電話です。お！もしもし。もしもし、お疲れ様です。どうですか？バス結構いる。いるんすか。うん、うお、賢い。マジっすか。うん、どうやります。いや、うんとね、この下ってきついから、深入りは危険かなって思ってる。うん、だ今ちょっと、とりあえず下りながらちょっといいとこだけやって、もう戻ろうかなと。わかりました。はいはい、じゃあちょっと待ってますね。やっててください。はい、はいよー、お疲れ様。はい、お疲れ。あれ、バス2匹。あ、エビ食ってる。バス、角度がむずいね。お、反応した。追ってきた、追ってきた。動かないです。ああ、U ターンしちゃった。こいつ今まででまだ一番マシな。ああ、こいつはダメだ。こいつはプイッとした。奥の魚。ああ、二度目はダメだ。エビ食ってますね。うん、エビ食ってたね。ああ、どっちもスピナベアで逃げる。うん、向こうから来た。いや、スピナベサイトここ効かないのがショック。いや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 、ピピ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 。ふざけんなよ。またか。あ、そうか、ゴールドチャンスは。なんで俺これなの。これ何枚入ってんの。嘘、マジ。で、そんな時に限って目の前にバス。バスですか。バスバスバス。走る走る光太郎。これ分かる人はおっさんです。で、そんなことを置いといて、光太郎は対岸から必殺スモラバのマイクロピッチシェイク。見てる。いた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 。どう？くえ、食わない。おし、来た。おー、来た。やったー。おし、来た。おし、来た。
たくみのおかげなんか。よし、来た。超かっこいい、超かっこいい、超かっこいい、超かっこいい。ゆっくり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 。ナイス。危ない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 。たくみのおかげだ。ありがとう。すげえ、今コンビネーションプレー、コンビネーションプレーだね今。本当ね。でも上でほら壁に一回持たせて、うん、水面直下で誘って食わなくて、うん、わずかに落としたら食った。ロングシェイクした末で食わなかったじゃん。すげえ。この DVD のファーストバス、すごいっすよこれ。僕がこの組み合わせで映ることありますか。すっげえ。いやー、匠のおかげ。スーパーコンビネーション。3匹いたの？え ?3 匹いたの？2匹。そう、嬉しい。でもさ、釣られまくってる。ほらこれ口がね、ちょっと傷んでるけど食ってくれたよ。ヒュー、イエイ、たくみのタックルで、たくみのおかげで釣ったこの DVD のファーストバス。すげー。うわー、こっち岸に立ったのが天才でしたね。いや、もうたくみのこっちこっちっていう感じだったから、うんうんうん、回っちゃダメだなと思って、うんうんうん、ありがとう。壁使わなかったら絶対無理だよね。無理無理。それだって食わねえし。すっぴくっ。あざっす。記念すべきバスがようやく釣れましたね。実に見事なコンビネーションでした。それにしてもいい魚。お前40アップの次は50アップ。 やった。危ねー。お題達成で100ポイント、それにサイズポイントを加えて一気に140ポイントアップ。やった、よかった、やった。午前中に待望の一尾も出たことだし、さあ休憩。幸太郎といえばやっぱりここでしょ。たくみさん、どこですか？ここはコンビニ。これが幸太郎さん直伝の移動飯。移動飯。次の場所までに食い終われ。食い終われなかったら昼飯抜き。抜き抜き。実質休憩なしみたいな。まあそんぐらいやらないとやばい。怖いな匠。行きましょう。行こう。行こう。はい、行こう。はい。行きましょう。行こう。チキン。焼きそば。レストランとかでゆっくりしっかり食べたいですね。別にあのコンビニがどうのってことじゃないですから、くれぐれも誤解のないよう。さあ午後の部行きましょう。休憩前に小太郎様釣ってお題釣った、うん、伊藤さんも30分休憩というのを達成しました、うん、でまあ伊藤さんは知ってるんですけど、お題を達成すると、うん、ゴールドボックスから甘いお題が引く。マジで？あ、本当？え、どれ引いても甘いの？いや、そんなことはない。なんか変なの入ってた。僕が変なのだったもん。じゃあこれかな。これ僕もいい。それ変なんじゃないですか？そっか、お互い。これ変なの？だって曲がってるもん。お、いいじゃん。ふざけんなよ。またこれじゃん。こら、そんな悪態つくから。ドボンって言われない。甘くねえじゃん。俺でもいいよこれ。バスを釣ったら、お題バスを釣ったらモノマネで解説。見たい見たい、釣って。で、匠はドボンと。これでまたメタルで釣れとかバカみたいなこと言うんですか。バカとか言わない。本当に引いちゃうかんね。あ、でもなんかパキッとしてっから、あ、まあ真剣でしょ。おお、来たじゃん。4インチ台のワーム。でも20ポイント。22ポイント。なんか4インチのワームないかな。あったよ。4インチクロステルシャット。これでいい？4インチのクロステルシャット。たくみはダウンショット。で？俺はブレイバーのネコリグにしよう。30分で釣ってください。任しといて。よし、行こう。オンします。おし、え、もう早くね、オンすんの。よし、30分だべ。30分。僕は早く過ぎちゃった方がいいんですけどね。よし、絶対つかんだもん。お、匠が向こうに行くんだ。僕はまあ目に見えるこういう際立った変化やりますけど、ほら、これいっぱいでしょ。
すげえいっぱいいる。うん。で、僕使ってるのはブレーバー5インチのスナックレスネコリグです。深海 1.3g。 ちょっとね、オレンジが目立ちすぎる。際立った。水深深いとこ行っちゃえばいいのか。これで目の前だとちょっとえぐい、目立ちすぎるように感じるけど、で30分短いんですよ。あっという間で、このずっと釣れる可能性のあるブロック帯でも30分で釣ろうと思ったら、もう狙うのはそんな中の目立った変化だ。こういうふうに岬状に張り出してるとか、角とか。だから本来晩秋からあと越冬場にもなるような場所なんで、ちょっと今早い秋の始まりで、そうなると水通しがいい、こういうね、水中の多分岬状にこうなってると思うんですけど、そういうところかな。あとは匠、多分魚探で調べて水中の張り出しとか知ってると思うんで、多分匠が走ってったのはそういうところ。出なかったらあんな何もないところで止まんないもん。今お昼ぐらいか、お昼回りました、12時。うん、ちょっと影のできる場所が来た。お、ゴールデン男来た。ブレーバー、あ、気抜いちゃった。っていうかフォール中にごめん、バラした。完全フリーフォールで、もうね、持ってかれてた。やっぱバスいるね。これ下はえぐれてるんですか。えぐれてるところもあるし、細かい石が入って隙間のないところもあるんですよ。だから隙間のあるところのテトラのポケットの中へ入れていくルアーをでシェイクをする。来た。おっす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 。やっぱやっぱ巻かれてる。おっす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 。四時代の来た。おっす。頼むぞ頼むぞ、テトラの中、よいしょ、おし、釣った、おし、来た。匠もようやくバスゲット。やったね。ナイス、やった。剛太郎さん、4インチのクロステールショット、4インチでしょ、の 5g のヘビーダウンショットね。え、なんとかな、食った。エビ食ってるね、多分ね、これ。何食ってる。エビ食ってんな。オッケー。はい。はい、オッケー。オッケー。よっしゃ。ナイス、ナイス。って見ないのかよ。ナイス、ナイスって言いながら弾いてっちゃった。そこ。はい。じゃあゼロ。30ぐらいだね。じゃあ30ポイント。オッケー。オッケー。じゃあもうもうドボンなしよ。ドボン、まあ、ピン曲がってんだ。そういう小ずるいこと。曲がってねえ、これ絶対曲がってない。じゃん。マジ俺はやってていいの。そう、コウタロウさん。おう、コウタロウさんが釣れたら100ポイントなんで。何それ、俺にのしかかってる。絶対釣ってください。200ポイントです。プレッシャーかけて、圧をかけてみます。圧だよね、圧。こういう時釣ってくれよ、コウタロウさん。なんかすげえ上から見せるんだけど。頼むぞ、マジで。パイセン、本当に。あと何分ありますか。8分。あっという間すぎやすいません。8分か、しょぼくさいな。ふんかよ、戻ろう。帰ってきました。あはは、早っ。早っ。あれ、さっき
と早くも脱落者か。何これ、ここが一番可能性を感じる。まあ一番唯一のタイプ、この変な観測塔みたいのがあって、あとはバイトがあって、大きくはないんですけど、その手のサイズって結構何匹かでいることもあるかなと。匠のゴールドモード達成は高太郎パイセンにかかってます。あとモノマネも見たいし、っていうかモノマネが見たいし。はい、30分経過しました。かややこしいけど高太郎のゴールドモードは終わり、はい、でも匠のゴールドはまだ高太郎にのしかかってます。おぉ、テキサスリグ系、テキサスリグ引いたから、うん、川行ってくる。オッケーです。マジっすか。もうテキサスにあった場所でやる。マジで。川ってどこ。ヤロコシ川です。川行ってくるとか言って簡単に言う距離じゃないからね。どのぐらい走って5分ぐらいじゃないですかね。絶対着きたくないね、コウタロウさんにはね。よし、行きます。ドライブクロー3インチの8分の1オンスやってます。でちょっとストッパーは離して、まあ、ヘビーカバーだったらつけるって感じで、で川、今までのブロック帯は、まあ、ダウンショットとかネコリグに向いてて、テキサスもダメじゃないんですけど、ちょっと無理があるんで、こう川に来ればマットカバーとかあるし、テキサス引いたらテキサスを無理やりやるんじゃなくて、テキサスに向いた場所に行った方がいいなと思って。だお題はお題でその引いた運だけど、その中でベストをやる。はい、名言出ました。一流の人が言うやつね。 Do the best。 パイセンかっけー。ただね、ここ一見カバーあるんだけど、あの深いんですよ。テキサスにはちょっとね、あのコンクリ湖岸なの、垂直の、それがちょっとねテキサスには不向きなんですけど、でも水がいい。水いいですね。うん、だ水が良ければここにある別に水深深くても、そのマットカバーの下に浮いてれば、そのね際だけじゃなくてテキサス生かして隙間まで中に落とし込んでってみたいな感じでやっていけばいけるんじゃないかな。リグって終了。マジで。30分以内に高太郎が釣れなかったので、匠のゴールドモード終了。サラダ、ビッグベッド、猫リグ。何いいね、30分間猫リグ。もしもし、小太郎さん、僕のゴールドが終わりましたんで、うん、で次僕ネコリグになりました。お、ネコリグ。で、うん、はい、小太郎さん、うん、好きな場所行っていいですよ。移動しても全然 OK です。もう僕は釣れたんで。わかったわかった、ありがとう。はい、それなんで、うん、もう、うん、好きにしてください。あ、それ言う？あ、それまで。はいはい、どうもね。失礼します。はいよ。川上がってみるわ、釣れるまで。このヘビーカバーはちょっと楽しみだな、テキサス向き。電話の後釣りながら川を遡ること1時間、距離的には1キロちょっとだけど、撮影しながらとなると相当こたえるんですよね。これがもちろん高太郎もしんどいと思うし、絶対これ釣ってもらわないと戻りたくないよね、マジで。いないわけないんだけど、バスカ食いました。バスカ食いました。あ、見られちゃった。こっち見られちゃった。めっ
回食え。もう一回食った。食った。よし、食った。バイセン。よっしゃ。うわ、ストライクロー食った。うう。達成。よかった。一回食いミスって。こっち見ちゃったのよ、バスが。いつかっちったと思ったけど、そのまま提灯してピチャピチャったら、もう一回向かってって食いました。よし、よっしゃ。どうよこれ。あー嬉しい。よし、よかった。やっぱりテキサスリーグならテキサスリーグに合う場所ですよ。やった。さすが高太郎、カバ打ちは天下一品ですね。ほんと。よいしょ、ちょっとなるべく伸ば、まあ、40あれば問題ないのもね。どうでしょう、ね、40は全然、ね、41.8 みたいな感じ。お、だから40アップ。よいしょ、たーテキサスリーグクリアで、結果こうなると。マジか。来た、くじ引き箱来たぞ。来た、レッサン。あ、来た。よし、あ、その辺タックルあるよ。くじ引き箱が来たぞ。もうブラックビビーはいないよ。あ、残念。これさ、あれでしょ、ゴールドでしょ。はい、ゴールド。これ、あ、じゃあこっちにする。まだ多分これ開いてないっぽいから。じゃん、おお、来た。よし、え、釣り方は自由ってこと。やったー、来たー。やりました。サイズポイント3倍。これもっと上いけるんですか。全然いける。多分上の方がいいと思う、流れてるから。ちょっと行ってみます。うん、行って行って。次何だったんですか。うん、ゴールドカード。次ね、3倍。嘘。うん、絶対釣ったら。じゃあネコリングしたんですか。うん、そうしました。スナックレス猫でカバーの中も打てるし、シンカーは 2.2g。 頼むぜ、3倍。これさ、結構歩くとバッタとかポッチャンと落っこちるじゃん、はい、これバススイッチ入りそうじゃない。あ、ね、バッタパターン。バッタパターン。バッタ食ってる。バッタ食ってんな。やべ、集中しますから。しかし、バッタパターン不発。しちゃった。あー、しちゃったか。で、移動と。やってきたのは、これまた高太郎が好きそうなクリーク。なんてついてんだ。高太郎はスモラバで、匠は。お、いいじゃん。おった、相方のタックルでできた。いいよ、好きなの使い。来た、これ、ありがとうございます。スピニングかって言ってつたかい。あ、スピニングいいの。スピニングいいよ。え、コバット、コバットいないっすか。2本あるよ、PEのやつと、はい、それが、あの、ミディアムライト、はい、フロの方は4ポンドわのライト。わお、4ポンドライト。ロッドなんすか、スカイフラッシュ。うん、キングボルテ、スペックってやつ。いいっすね。よし、もう釣るから。どっから行くかな。とりあえず上行こう。スティーズ行くで。うん、似合ってないね。この辺からサイから流れ。今これボトム見えるぐらい浅くなって、ちょっと流れが出てきました。やっぱ水量。あ、いた、バスいた、ごめん。ちょっと待ってね、このままで。あー、草が引っかかっちゃった。もう近づけない。ああ、来た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 。うわ、ちょっとじらされたな。食わせないよ。来た。よし、来た。うひょー。よし。ああ、いた。見えて。で、提灯しようと思ったら勢いよくちょっと水に入れすぎちゃって、一回バスが後ずさりしちゃったんですけど、一回水面から上げて
ギラし直して、お、そうしたら水につけた瞬間にパクッとね、よし一歩前進いきますよ。もうちょい35ぐらいですね。30ポイントってやつ。はい、肩にはめたら光太郎ってほんと強い。ん、辛い、いや強い。どうすっかな、ちょっとあっさり引いてたから今度は選別しよう。手応えでこれが硬い。あ、一回開いたっぽいな。100ポイント。何これ、なんだっけ、キキシンカー。キキシンカー来ました。ここで来た、ここで出ました、キキシンカー。怪しい人が、これこんな、こういう感じ。はい、それ見えるんですか。ん、いや全然見えないよ。ちょっと待ってよ。よし、縛りました。はい、どうぞ。じゃあ手を、はい、手を拝借。はい、これはもらったんじゃない。あ、まあバレットシンカーでしょ。バレットのこの直径ね。あ、分かった分かった。16分の3オンス。もうちょっと確かめない。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。マジか。うわー、タングステンコンパクトだね。いや、なに、これでおしまい。ゴールド0ポイント。0ポイント。結局この後もポイントを伸ばすことができず初日は終了。では敗戦の弁をどうぞ。どう、ダメ、きついね。うん、夕末目でも魚が浅いとこにも刺さないし、うん、難しいね。え、でも今日何ポイント。何ポイント。540。お話になりませんだね。うん、明日よっぽど炸裂しないとねえ。はあ、ちょっと考えよう。はい、とりあえず今日はお疲れ様でしたと。お疲れ様でした。はい、はい、明日に期待しましょう。で、2日目は追い打ちをかける雨。これで走るのはカメラマンがかわいそう。雨ですね。今日は新利根川。うんうん、匠のリクエストで、はい、釣れるかなと思って、うん、でもこの時期ってちょっと水位が下がるんで、うん、結構魚影が濃くなる、うん、なんかチャンスはあると思うんで、まあ、僕も久々に来たんですけど釣れるはず。うん、来た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 。小太郎さんが来ました。これ30分休みとかやめてください。あの OK からね。僕はこれ、はい、じゃあ、あれ、なんか全然いいぞ。なんか似たようなもんだな。2人でワーム、4インチ台のワームが僕で、5インチ台のワームが僕です。はい、じゃあ残り2460ポイント、頑張りましょう。あ、水出てる。これいきなり行っちゃおうかな。ルアーは何ですか。ルアーはね、ブレーバー 5.7 インチのライムチャートです。もうこの天気と濁りであればもう目立った方がいい。ただ本来こんだけ泥濁ってる水ってフィネスが無効化しちゃうんですけど、ネコリグだけはいけます。水を澄んで強い。うん、そうなんですよ。あ、釣れそう釣れそう。いきますよ。ちょっと浅いからこれ意外と濁ってるけど、近づきすぎるとやばいな。多分逃げる。今もうワームを目で見ながら水面直下スイミングシェイクです。ちょっと距離詰めますね。出てくると思うんだけど、こういう中にしかいないとかね。ただこうやっぱ浅いから一キラリ近づいてこれ打っちゃうってよりは、ちょっと外側からさらっと泳がした方がまずはやる気のあるやつバーンとくるから。
ちょっとでもこれ流れまあまあよく見ると流れてんすよね。この浮いてる茎とか見るとこの下がった水温で流れてるのはあんまりよろしくないからもうちょっと緩くてもいいかな。なんだろう、バスじゃないな、鯉だ。うん、鯉はいる感じですか。鯉はいますね。バスはいませんね。とね、本当はスピナーベイトとかでチェックするのがいいかもしれないけど、4インチ台のワームだからツインを泳がせて広く探って見てるんですけど反応がないからなんか厳しいなって感じ。うん、どうも流入は厳しそう。本流はどうですかね。水の色は一緒かね。これが新利根川。うん、これが新利根川の本流です。水の色はもう一緒。あ、いや違うよ、違う違う、本流の方がいい。うん、こっちで。そうすればこの境界線はいいっすもんね。よし来い、よし来い、もう来い。ちょっと猫リグだから丹念に打つしかないですね。でもこっちがいい。移動しませんか。ダメっぽいね。少し下流を降りましょう。うん、なんか、うん、あのブレイクに打ってある杭とか、うん、が良さそうかな。うんうんうん、一段下ね。ね、ここでいないのがね。うん、いや早くも雲行きが怪しくなってきました。これ一体どうなるの。ほらここは魚っ気ある。でどうしようかな、このままの色でもいいんだけどちょっと地味にしたい。なんかその水面直下を泳がしてくるならやっぱこのライムチャートって特に良かったんだけど、こうやってね、だけどボトム引っ張ってくるとちょっとこうじっくり見せてくるんで、その時に嫌われないようにグリパンチャートにします。だから背中側はグリパンで、でも引いてくるとチラ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 ってこうお腹のチャートが目立つ。よし、来た、やっぱりいた。来たよ、色変えて一発。ちっちゃいけどクリア。ナイスバスですよね、フレーバーの 5.7 をがっぷり食ってくれました。いいかかり方してるし。はい、26.5 ぐらい、20ポイントと5インチ台80点。あ、そうか、100ポイントだぜ。じゃあゴールド引きます。はい、どれにすっかな、これ。きたー、匠サイズポイント3倍。よし、きたきたきた。50アップつったら俺1500だよ。それは30倍ですね。やる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 。よし、このチャンスはやばい、やばいやばい。うん、ちょっと深くなってきた。この辺ベイト気あるな。周り浅くて、で水門ちょっと深いから
で色を黒にしました。ギャラクシーブラックで、それはあの浅すぎてちょっとそのチャートがきついな。でこっからインサイドに切り替わって対岸が深くなると、ちょっとあ、もうごめんなさい、走る、もう3倍タイムがあるから。来た、今積んねえとダメなんだった。濡れた護岸ってツルツルなのよね。すごいよね、 1.8 秒のシンカーが普通のタックルでベイトフィニッシュじゃないのに。ゴータロー、やばい、サイズも悪くねえんじゃねえか。3倍、8、マジかっけ。キャスト入ったもんね。たギリギリ38秒前。やっとものにしたゴールド。これ光太郎パイセンゾーンに入ったでしょ。やったぜ、滑るの怖くてさ、情けない走り方だったけど、走らなかったら多分ね、一投もできなかったかもしれないし、一投目がちょっと手前に入っちゃったんですよね。でも一応周りは深いから一応軽く誘って、で次のキャストがギリ入って、ちょっと引いたら距離感あったからね。でもコンコンって、走った時に焦ったよ。走んの。はい、これね、際どいんですけど30代か40あるかで、際どいんだよこういうこの子。お、行くよ、40ジャストあるよね、ちゃんと来い。え、100だけ。120でかいです。でかいでかい、ゴールの金額です。120。一方匠はちょっとリズムに乗れてないみたい。30分経過しました。うん、引きます。いきますか。はい、もうしょうがない、ちょっと現状を変えるためにも引く。これえ、でもレッツさんじゃん。そう、カメラマンが釣ってそれを匠が撮影するの。これでもレッツさんでしょ。ほら、日頃から撮られることが多い2人でしょ。だからこの機会に撮る側のことも少しは知ってもらいたいよね。え、これどこ見てんすか。まあ要は撮る側の気持ちにもなれということ。これズームとかあれはどうなんですか。あ、それか、これか。ここまでやんなくてもいいっていう。本当？やってもいいけど。どっちでもいいっすよ。あれ？ここに TW あるのに動かんやん。これ動かせ、もっとグッと。あ、動いた動いた。オッケー。あ、これが。W が最大なんだ、これが。W がワイドで。OK です。さあ、始まりました。レッツさんのバスフィッシング。これレッツさん釣ったら80ポイントですか？すごい、責任重大じゃないですか。ヒューか、こうやったらどんどん近づくんだ。あ、マジで？おっと、いやでもギルっぽいっす。マジで？ちょっと釣って80ポイント取ってくださいよ。やばいやばい、ブレーバー大丈夫ですか？ラインがボロボロっす。え、マジ？マジで？ほんとだ。よし、これ今って何なんでしょう。いや、これちょっと面白くなりそう。しばらく見てみましょうね。ギルか？ギルだと思います。でも本当にギルだ、関わると思うんだけど。上向かいます。いや、行きます。
それ大丈夫。あ、これハサミある。はい、これ結構重い。これ結構重い。それを持ちながら走ると、まあまあきついっすねこれで走られたら嫌ですね。なんかそれが分かった気がする。ハサミ使ってください。ありがとうございます。あ、結びはパロマなんですね。パロマはそれ、パロマはやっぱり強いですか何をおっしゃるんですか。パロマ、え、ちゃんと見くん、パロマっしょ。僕もパロマですけど、時間がないときユニノット基本はパロマ。こうやってね、結んでるときはタイトにして、で、徐々にワイドに戻すみたいな。こういうのがカメラマンさんの技になる。なんか来たぞ。お、パイセンが来た。もう笑いとな。小太郎さんちょっと立ち止まってる。あ、これタイトにして拡大、はい、すると結構ブレるんだ。あ、ブレます。これをぶらさないのってプロの技ですね。なんかもうニヤニヤしてるし。絶対そうですよ。公開してきた。こうちゃん来たよ。釣ったよ。すげえっすね。ラスト38秒。マジで？対岸打って。すごい。で、この下に水門があるんだけど、うん、はい、レッサーもしかしたらまだいるかもしれないです。結構規模でかくて対岸から打っての一発だったんで。うん。うわ、これ手痛っ。何これ。お父さんのお得も走るんだ。うわ、これやばいね。これ超怖いんだけど。やばいやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。これきついよ。身軽？超メガル。いつもと違います。シノさん、今まですいませんでした。足つりそうになってきた。まあまあやる感じで僕カメラできてますわ今。マジですか。うん。よく見てるかい。嘘。確かに。フレーバーを虫みたいに使ってんすね。この罰ゲームの後何分なんですか。でもやりたくないんすか。なんでなんで。いいじゃないですか、釣りができるんですよ。しかもカメラに撮って、これで釣ったら僕もゴールドモードなんでお願いします。予約には出したいと思うんですが、なんか私の技術がバスいないのかな。さあ、ポータローのゴールドは何でしょう。これ2枚、下側でこっちにする、うん、さらに引き進化。ダメなやつじゃん俺が。でももう分かった。ワンランク軽く言う、違う、重く言う。あれ昨日は、そうだ、昨日重かったんだ。オッケー、わかりました。え、昨日と同じ。いやらしいね。あー、よかった、重いね。またテキサスリーグじゃん。うわ、これ引っ掛けっぽいな待って。あ、この感じね、昨日と一緒だね。こっからここまでのこの距離感ね。これ完全 7g。 オンスで言うと4分の1オンス。ちょっと待って、もう一撫で。でも昨日の感覚がまだ残ってるんですね。それはそれですごいかも。あ、でも 7g。 はい、いいです。ファイナルアンサー 7g。 すごい。
ほら来たやったやっと来たよしリベンジなった危なかった。さあ次は何かな。どうかったらもうどうしてよ。キキルワ来たね。キキルワじゃあ何初ですか。はいじゃあどうぞ。いやキキルワは初だな。いやこれやばい。ダメだダメダメとか言わないでよ。ちょっと待って選んでください。これはだって結構さそうは言うじゃん。それ見えてるから言うんだよ。見えてなかったら本当に難しいと思うよ。タクみたいな変態じゃないもん。これかこれしかねえやるなら。えなんでそれ難しいの選ぶのよ。はいさあどうだろう。当てるかな。いや当てるかも。ああ分かった。えもうこれ来た。あ来たね。あこの頭の膨らみね。このこのねリップからのここだよね。肝はまず一つね。でこれスクエアビルね。スクエアビルが来て、はいはい鱗のこの彫り感もこうパキッとしてないんだよね。 RTO の1点でほら当てた。ほら来た正解よしこれ100ポイント。100ポイントです。イエーイ稼いでる。確変が続くとはい、ボードに150ポイントと書いてあるよ。これ相方の釣りを解説30分間。完全これ来たじゃん。よしじゃあタクあの撮影中です。はいあれ岡崎レッツ、ある意味レッツプロの解説するのいいでしょよしそれ行きましょう。よし全部急げレッツゴー。タクミはい一気に400何本いったぞ。なんでキキシンカー当てて、うん、キキルワー当てた。マジっすか。さらに相手の釣りを解説すれば150ポイントだからレッサーの釣り解説する、うん、何この僕ら2人がカメラと解説っていう色弱いっすね。色弱いやれちゃったもういいじゃん。いいのこの肉でこの天候でそれ怒ってる。この解説じゃなくてこれクリアウォーターとかサイトフィッシング、まあ、サイトだったらいいんだけど怒ってる全然なんか解説ではないんだよ。あのさ橋の手前のかけるといいんすか。橋の手前んあっこれこれ早く早いよレッサン。何この絵面面白すぎる。この背をかがめた。なるほど、浅いけどかぶさりものだ。何あ、本当だ。でも足元から行くと、うん、これ釣っちゃうんじゃないのレッサン。うん幸太郎さんだったら普段やらないですかここ。いやもうあのキュッと浅くなりすぎるところで、うん、やめる、うん、レッサン分かってんだね。この浅いゾーンからの短くても水深が出るところ残ってるとそこに。でもこれ人みんなやめるんだったらありだよね。確かにボトムに沈めないで上で誘ってもね、うん、やっぱねレッサンそっから沈めるんだよね。ちょっとだからいろんな人の釣り見てるからあ特にねうまいよねこれ。確かにこうメリハリがはっきりしてますよね。走るときはあんだけ速くてでここぞっていうところは粘って細かく入れ直してレッサーの中ではここはもうかなり美味しく見えてるんでしょうね。まあとりあえずあんま走ってほしくはない。やめてよこれ。レッサーもっとスローに探った方がいい。十分スローにやってるよ。流れちょっとねこれ。ああ確かに水深があるんだ。これ残ってんねこれだったら多分、うん。この辺で釣ったことあるんですか。あります。の上で。それで50。あ、それであんな粘ってたんだ。これは杭の内側に水が少しあるんですよ。ただそこまで降りちゃうとそこ浅いんで降りないで死角で打ってますね。自分は見えてない。うん、レッサンから多分水面見えてないと思いますよ。ドロンが走るのは辛いね。レッサン結構ビシバシ動かしてるんで青木の大ちゃん系ですね。カメラマンはいつでも最高の絵を撮るっていうことが目的だから、この
辛そうな顔もねちゃんと撮る。30分経過しました。あ、じゃあこれ継続もありなんですか？継続？え？いや、ないっす。継続。そんなもん。継続はあり。継続。じゃあ、カメラマンの。いや、まだ終わってないです。気持ちが分かったところで。あ、でも、とりあえずレッサン総額。はい。すごいね。いかがですか？カメラ大変。これ、動画見て、どんどんありますか？これだって、この雨だったらこっちから撮れないですもんね。コースもね。それもよく分かりました。だからそうじゃないとレンズが濡れちゃうもんね。やっぱやってわかるね、それは。うん、ちゃんとアングラはそこまで気持ちを考えないといけないってことですよ。勉強になりました。考える？僕は今まで申し訳ないことをたくさんしたなと。この30分で。はい、でも多分10分後には忘れてます。はい、これ一回引いてるな。ふざけんなよ。何やってんの？面白いのこれ。なんだこれ。僕3回目変なのばっか引くね。ね、これ匠ちゃん、これ今日さ連れてればあれじゃない、この忍たまラーメンもありだったし、うん、すき家もありだったね。うん、でも残念。残念。移動飯移動飯すれということ、うん、またハイカロリーな。シュールすぎる。というか移動しないならファミレスでもいいのでは？とか食べたいものをギュンギュン食わないと。うん、ダメ。なんで？大丈夫よ。残り半日で1880ポイント。厳しいけど勢いがあるし、ダブルゴールドだし可能性はあるよね。大丈夫ですか？うん、いいよ、これでいいよ。とりあえず変なのじゃない、100ポイントもらえるみたい。ドボンじゃない。おお！追い方が釣れたら100ポイント。釣れたら100ポイント。俺にかかってんじゃねえかよ。分かった、ちょっと待って、ざっくりね、来たことあるんだよ一回。つながったけど、カーブが、うん、深いよね、あそこね。あそこのカーブが深くて、うん、でこっちがインサイドで、うん、あっちがアウトサイド。うん、それは見ればわかる。頑張ろう。はい。あの何、あのあれいないの、あそこの変な柱みたいの、土管みたいの。あ、でもあるかもしんない。あるかもしんない。浅いから。浅い、水位が低いから。うん、ドアサイ、ドアサイ。うん、だったら、うん、そのカーブから、うん、カーブ深いじゃないですか。うん、いや、もう匠、好きなこと言って、もう分かった。何を聞いてんね。いや、分かったよ、見たまま分かるよ、地形は。何を聞いてんね、聞いたのに聞いてないみたいな。ひどくないですか。あ、もう、勝手にやったらいいです。伊藤さんの中では実績が高いストレッチなんですか？とかね、冬の場所。あ、冬の場所。そう、秋からすごい個体が増える場所で、その要は八区って、あの水深がさっきのとこみたいに浅いとこが多いから、そこで唯一スーパーディープが絡む場所なんですよ。だから秋から一気に個体が増えるっていう感じかな。そこういうとこをしっかりパド中のスプリットショットリグで攻めたら釣れんじゃないかなと思ってて、要は冷えたし、ちょっと季節的にはその普段の9月なんかじゃあんまりいい場所ではないけど、今年はちょっと別だかなと思ってて。太陽が出てました。太陽出たね。チャンスだねこれね。僕が釣ってもそんな意味ないんだけど、ただね、その一個感じてるのは、ここがすごい深いけど、その周り、深いところがあるところの周りだったらこれまたいいんじゃないかなと思ってて、上流部から下がった個体が立ち止まるところの近くのシャロー、がフィーディングエリアになるみたいな。うん、そう。なんでダウンショットでも猫でもなくスプリットショットで。スプリットショットの方が護岸をこうやって泳がすときに横方向にアクションできるんですよ。だから
わふわふわってこう横に泳がしてあげられることができるからスプリットショット。あとはやっぱり今シェイクに結構慣れてる魚が多いからシェイクしてもシンカーが動いてワームはついてくるだけみたいな、かなりこう優しめな動きとチューブワーム本来のその浮くっていうことを活かせるっていうのがスプリットなんで、パド中はスプリットでの使用が多い。よく釣れるしねこのリグは。スプリットショット、いいね、自由なルアーを使えるって幸せ。ただね、ちょっとこのエリアはきついかもしれない。魚のコンディションあんまり良くないでしょ、色も白いし。もしかすると幸太郎さんの言ってるちょっと浅い方がいいかもしれない。でもね、大切、一匹教えてくれる、どんどんね、この一匹は教えてくれるから大切な一匹。よし、これでも52、3ありそうっすよねどんな嘘やねん。 39? まあいいよね、やったよ、ありがとう。上積みはサイズポイントだけ。でも狙い通り仕留めたのはさすが、価値ある一尾だ。初バス、今日初バス、やばくね今9月だよ。 OK、 来た。コウタロウパイセンが釣ったらまたあれだ、ゴールダブルゴール D ゴー、すげえ食ってんな。マジか、これあれやっとる、あれ絶対エビ食ってんな、マジ半端ねエビ食ってんな。対岸の壁際でボイル、あ結構届きそう、いけるいける、エビ食ってんな。しょ。あれチャティベイトかな。チャタベイトだったらエビ食ってる魚も食うことあるからね。よし。一回乗せてシェイク。あ、帰ってきた。コウタロウさん、来て来て来て、急いで今対岸で、対岸でボイルしてて、しかも1回じゃなくて2回同じ場所でしてて、絶対僕の真正面からちょっと後ろまでの間にいるから。で、護岸のもう超壁ギリ、壁ギリ、壁ギリ、もう超ギリでボフボフやってて。さっきどこやってたの。え、395。お、何で。え、パト中、パト中、対岸絶対やばい。あ、いけ、この船はいない、いない、あ、わかんない、パト中しか落としてない。でもいやー残念、でもなんかちょっと緊張感があって面白かった。終わった、終了、行かせなかった、
ふざけんなよ。ふざけんな。何これ。でもダメじゃないよね。したら対岸行くわ。うん、オッケー、わかった。なんなのこれ。これ何個入ってるの。10個ぐらい入ってるんでしょ。1個なんで、だってなんでそんないっぱい入っちゃったの。その中に本当に1個しか入ってないの。なんで今ぐるぐるしたんだよ。これでいきますね。オッケー、よし。じゃあ匠さ、はい、休んでる分アドバイス頼むわ。はい、はい、あのそこの重さから、うん、波立ってるじゃないですか、うん、波立ってるところの 20m 先でぐらいまで、うん、あそこから、そう、あそこがね、一個ね、フラットの、うん、護岸とフラットが絡んでて、こっちからピョンって出てる、うんうん、からあそこもあり、オッケー。だからこっからあそこまでをやるって感じ。分かった、サンキュー、ありがとう。まあ、30分あるから、はい、だから、いきなり匠のそのボイルゾーンだけじゃなくて、この周りの出そうなところ。ちょっと孝太郎パイセン、あのそっちじゃなくて。もう言うこと聞かないの。お、そっちじゃねえって。あれ天性だね。ほら、孝ちゃん、ボイルボイルボイル、うそ。だからそこだって言ったの。最初から言ってるやん。待っとれ。この辺から降りよう。これ陸の衣装だ。孝太郎さん、このもうやっぱ動いてないっすよ、魚。この辺だね。うん、完全にここにいる。エビエビエビ、護岸際ブワッて。これいくよ。釣れそう。出そう。注意してる。ちょっと気は悪くなめます。こっちいても食わないだけかもしれないんで、スイッチ入ってなくて。もうすぐそこ、もうすぐその下で起きてる。うん、もうもうそのハゲたとこっす。いけ。うわ、出ねえ。出ない、出ない。はい、え、匠これやばい。え、大丈夫だと思う。あ、そう。ちょっと匠って不思議ですよね。あ、これ平気。でも、だったら今までなんで変なの。いきますよ。うお、ほら、相方釣れば、なになに、パワーフィネスですよ。いや、俺あれだ、スピニングピーだ。スピニングピーだ、うん。だから僕が、相方がまた孝太郎さんが釣ったらまたゴールドモードですよ、うん、僕。なんで俺ばっかりなんだよ。なんで僕、なんで僕何もないんだ。やばいっすよね。本当にここでポイント取んねえとクリアできなくなっちまう。だからもう間違いなくこの浅い中にあるさっき釣ったみたいな水門を走る、もう走り切る。で、そこに来るね。はい、いらっしゃい。待っとれ。で、そしたら俺が釣ったらポイントつくんだべ。僕はスーパーゴールです。分かった。よし、オッケー。はい。スタート。はい。よし、身が軽い。ふるちゃん、行くぞ。900m ぐらい。マジっすか。そこに車で行けばよかったんじゃないの？どこに？その900m先に。車で？うん。まあ途中に何かあるかもしれないし。あそこにも水門ありますよ。あれ。そうですよ。楽しいな、これ。上流側に杭がバンバンバンとあるんで、オッケー。さあ、ヒートアップしてきました。合流してしたところはフラットが伸びてたりするんですけど、今僕のいるポジションは一番掘れてる。で、孝太郎さんのところが浅い。だから結構やる気のある魚が乗る。よし、やりますよ。はいはい。で、僕引いたのが P ラインでしたよね。で、P ラインで選んだのがスピニング P、 ロッドがミディアムライト、イーズのキングボルトだから、スピニングとしては強めで、ラインは P パフォーマンスの 0.85 にリーダーがハリス用の強い硬いタフロン Zα の 1.55 を FG ノットでやって、でね、ワームブレーバー5インチなんですけど、
ネコリグで、スナックレスのネコリグじゃなくて、ガード付き。大ちゃんの、ワッキーガード。これ。です。よし。もうね、確率で言ったら、もう、クイとか水門の、ダイレクト打ちに限るわ。これ、立地条件もいいし、合流で。こういうのを、ただやっぱ水門が最高だと思う。本当はちょっと巻きたい気持ちもあるんですけど、映像的にもさっきやっぱトップウォーターちょっとやったら楽しいしさ、ですけどここで釣らないと本当に達成できなくなっちゃうんで、さっきのトップウォーターはね本当ワクワクした。ドキドキしますね。うん、楽しいわ、こういう天気にもね合ってて。もう即脇ですよ。気象、俺は釣りてんじゃい。継続でお願いします。ダメ。あ、じゃあまた引くの。はい、引き直しです。これだったら同じじゃないだろう。来た、これ相方のタックルで釣れ100ポイント。やっぱりバーサタイルのファイアウルフのスティーズと、キングボルトの F スペック。この2セッティングでいいでしょう。水巻くからね、ここ地形的に。絶対ありなんだよ。パド中の今度は16分の1オンスのジグヘッドリグ。リグ変えたのはなぜ？バーチカルにこうやって杭とか打ちたいなと思って、うん、あとはスプリットショットよりピンで打たなきゃいけない状況もあるかもしれないから、とりあえずいろいろできるジグヘッドにしました。うわ、またこれパドッチ落としたくなるようなカバーだね。いやー、これキャットっぽいな、キャットっぽいな、これほらすっごい、もうこれバスじゃないでしょ。でも相手のタックルで釣ったら100ポイントだからね。そう、そうだから、これもね集中してやんないと。何これ、やばい、何これ、わかんない、バス何、うーお、ちょっと待って、ちょっと待って、これなんだ、何が食べたの。やばいよ。これでもさ、バスだったらさ、すごいよ。濃いじゃないですか。うん、多分僕もそう思う。切れる。しかし100ポイントもってます。ねえ、これ100ポイントでかいですよね、相当ね。ただこれね、結構怖いのが立ち木っていうか、水中のものにね、あれなんですよ。潜られる。そう、あと杭が立ってるからドラグに慣れてないから怖いね。ああ、急な、そう、どういうもんなのかが分かんないから、どう出るのかが分かんないから。やばいでしょうか、杭怖っ。やばい、うお、でっけー、怖い。うわ、食ってる、しかも食ってる、これハンドランディングどうやってやんの。うわ、でっけ、うわ、超、これ絶対釣りてえ。この鯉は釣りたいよ、クレイジー。さすがに釣りたいわ。おー、来た。まあ、よし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 、パック、ちょっと待って、カップ、パクを、ごめんなさい、何もしません。ちょっと今ちょっと空気ね、一回ね、ポクポクしたな。結構体力があれなんだな。
口はでかい。相当しかも厚い唇が。今はねテトラグって言って、この手で触れながらドラグを出して、やばいと思ったら離す。離せば結構緩めに設定してるから。うふっぽい。なんで空気押しか、押しか、ポックポック。うわすげえ口してるこれ、ポック。そうそう。うわっ、釣ったマジで取りました。しかもでかい。釣ったぜ、100ポイントゲットした。これ都合上映像カットしてますけど、実際は23分もかかってますから、匠の執念たるやマジ半端ないって。おい、これがスティーズキングボルトライフスペックのパワーですね。パワーチューすごいね。やったよ、100ポイントゲットだよ。匠釣った、マジ釣りて。孝太郎は徹底して水門攻め。切ってる、来た。この場所さっき対岸から攻めて反応なかった場所なんですけどね、これも執念ですよ。ほんと引くな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 。やってんすよ。ただ外側通したら食いました。まあわかんない、そのプレッシャーなのかね。まあおかっぱり今も2人いて、結構ねやっぱ誰もが打つ目立つ水門だからなのかもしんないし、まあ何せよ外側で丁寧に引いてきたらもうコンって入って。いやキャメラ OK ですか。 OK ですよ。いきますよ。口当時37.5。 OK。 来てよかったね。ゴールドクイーンを引きに帰らなきゃ。車まで2キロぐらいあります。いた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 。あれそうだ、いますね。釣れたんですね。釣ったよ。すごい。もうね、遠い。さあ、またまたダブルゴールド。一気に畳みかけていきましょうね。トントントトン。これ教育バムタが150ポイント。なんか美味しいんですけど釣りしたいです。僕釣れたら100ポイント。大きいな。あ、面白いねこの水門。うん、水動いてる？動いてない。沈めてちょっとボトム切ったりもしながらシェイクしてますね。だ多分水深深いか分かんないけど、まあボトムもやりつつ途中の深さも探ってる。で今使ってるのはラッテリーグリパンのエコリグです。ベイトフィネスタックルで 1.3 グラムネイル進化、ね、もう落としてすぐシェイクして振り落としって感じで重曹も誘ってボトムまで。ね、糸送ってまず上で誘ってでパッと今も糸出して沈めて。ネコリグってボトム系のリグなんですけど基本は、でも中層もダメじゃなくてワームの中央付近に強掛けしてるんで強制的に水平姿勢になるんですよ。ただ重りが入ってる部分は頭下げちゃうんですけど、でもテール側は、まあ、ワームの比重にもよるんですけど、でもラッテリーだったらそんな高比重ってわけじゃないんで、強掛けしたフックからテールにかけてはおそらく水平に
近い姿勢で動いてるんじゃないかなと。だからテキサスリグなんかと違って完全中層で誘ったらダラーンと尻下がりになって全然その釣れそうな感じがしなくなっちゃうんじゃなくて、全然ネコリグって中層もいいしボトムもいいし、今落として竿を倒してでシェイクしてるんですけど、それはもう落としたところからカーブホールさせながらシェイクしてて深い側まで、いろいろやってますよ。結局匠は釣れず、でも孝太郎が150ポイントゲット。これだ、これ100ポイント良かったよ。相方、あまたこれ相方が釣れたら100ポイントで、孝太郎さん自由に釣りしていい。 ある意味ね、スクラベイト、ボトムアップのプロトです。匠はスモラバ、Pライン。30分が経ち、孝太郎はスピナベから P ラインへ。ブレイクから。しかし終了です。辛すぎる。2日間終わった。終了です。はい、すいませんでした。いえいえ、本当お疲れ様でした。悲しい、泣きそう。多分ね、このお題が苦しめられたわけじゃない。確かにね、何でもありだとしても、多分大差ないと思う。確かに。特に自分は外れ引いてないし、それでも、こんなに走ったのは初めてかな、さすがに。走ってましたもんね。でも、まあ、お題も含めて、苦しい2日間だけど、まあ僕はなんかこう楽しい2日間だったかなと。うん、燃えた。あのくじも結構ね面白かったし、自分たちもね、これってあれ、これでおしまい。いや、まだもう一回チャンス欲しいな。欲しいですか。欲しいよ。やりたいな、やりたいな。え、おお、ただし、ただし約束通り罰ゲーム。あ、もう全然、もうだってもうしょうがないもん、自分たちがちょっとこれ手たらくでさ。ちょっと最後決めよ、本当に。罰ゲームは受けるから、ちょっとラストチャンスをください。お願いします。お願いします。了解しました。ということで、あれ行きましょうか。いらっしゃいました。いらっしゃいませ。これだよね、三島さんはね。入って入って船がある。ボート用品に釣り具もたくさん。今回は達成できなかったということで、1500ポイント、残りの1500ポイント1万5000円分が2人で7500円です、お買い物していただければと思います。何にしようかな。ここはでも無難に大好きな3インチパワーフグは入れとこう。ね、3インチパワーフグってすげえ釣れるんだよな。何色がいいかな。これしよう。あ、グリパンがいいな。とりあえずまずこれ3インチパワーフグね。まあ、定番でしょ。これ使ったことある？何？デビルシェイカー。もうないっす。ない？これさ、すごいんで、あのテールの開き加減が結構開いてない？ほら、だから落ちるときに結構震えそうな気がする。ちょっとこれ試してみたいから買おう。お、でも人の元に行っちゃうけど。お、あるじゃん、僕が大好きなトリプルインパクト。
色が特におすすめはこれかな。釣るならなんかギルかフォースシャット。見やすいのはこれ。新色なんですよね、これ今年出た。ということで、まあ、真ん中を取ってこのフォースシャットにします。ステルスペッパー買いでしょ。うわ色悩むな。あでもこれだな、これこれこれ行こう。道田組プロデュースこれ行きますわ。ナローゲイプ細軸掛け上司。関東だったらこの針の世界はもうやばい。僕は試合で勝つために作った針なんで、これ使ってほしいので。そうか、じゃあ俺も自分の世界行こうかな。パーフェクション。これでカバーの中に入れると。はい、こちらが光太郎セレクトの8点セット。そして匠が選んだのがこちらの7点セット。この DVD についているハガキに必要事項をご記入の上ご応募ください。